徐々の奇妙な冒険。オールスターバトル R。ふっし、ふん、おう、しゃあ、そら、ふティおう、てや、や、てや、ラら、ん<っ>、ら、オラそこだやろう許せスケアリーぶった切ってやる切り裂いてやる焦りすぎたから。動くなブスリと行くぜおーっとんんんリそりゃ、うんんんおーっと おう逃げんのかは<ッ>むしてふっとおっとなんの<え>見切ったぜ君の技は通じないウィーごもっともうぬぼれではないめんどくせえ野郎だぜリラックスしろよくちげくさぬわうげくちげくさぬわうげうわぁア、わぁぬわぁぬわぁ 苦戦しちまってるぜ。生意気な野郎だ。野郎ドップ野郎シルバーチャリオッツチャリオッツ戻って来い戻れや、野郎うぅぅぅぅぅ切り刻んでやるぜノンチ来いかっうを外したスタンド。シルバーチャリオッツチ今度の剣ばきはどうだノン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 のんシェリー あの世へ行きやがれこの野郎いい感してるぜそうはさせるかこのどぐされが崩れ落ちろくたばりやがれ俺の剣をしゃぶれ剣できるのは、 たやすい見切ったチャリオッツの奥の手だぜ今だ暗らえどうだ暗らえ張り串刺しの毛だ殴り殺してくれるぜそこ以外を切り刻む俺はてめえのくたばりやがれそこだこれ式の威力しかないのか俺のチャリオッツは素早いぜ切断弾き返して弾き返す ほら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 ほ まともなヘアスタイルにカットしてやるぜてめえもコインみてえに串刺しにしてやるぜおめえ俺が負けるとでも今感じる感覚は、俺は白の中にいるということだ。勇気が湧いてくる。正しいことの白の中に俺はいる。貴様を先に倒さなきゃ奴に会えねえってならそうしてやる。かがってこいてめえ、本当にぶった切るぞムッシュジョースター。 まさかあなたの左腕は右腕ではあるまいな。フルスピードで行くぜ、ジョータ太郎。お前のハイエロファント、戦闘には向いてないんじゃないのか剣の勝負で俺に叶うと思ってんのかどっからでもかわいちチクシうーぶった切ってやるあ、あんた、まさかジョータ太郎かあのジッパー、見かけ以上にヤバい匂いがするぜ。この、能力は時は ディアボロッキ様誰だお前知らねえな。ホールホースの野郎と同じタイプのスタンドか来いよ。おめえのスタンドをジオラマにして飾ってやるぜえどこかであったかなんだかわからねえが、ただ者じゃねえな地獄でやってろ。あんたはいつものように大人ぶってドンと構えとるやアブドゥル死よりも恐ろしいぜ てめえに利用されることへの欲求だけの人生なんてな剣は銃よりも強いんだよ。このポルナレフに限って言えばな。たく突っ張った野郎だぜもう少し愛想よくしろよな失礼な詮索であった。許してくれ。つ、疲れた。安心しろ。峰打ちだぜ。俺の方がもっと強くて、もっとハンサムだったってことだな。こいつの精神こそ暗黒空間だ こいつの心の中がバリバリ裂けるドス黒いクレバスだ嘘だろおいどう見だって俺より年上だぜパワーとスピードに加えてジッパーかよ。ちょいと強すぎるんじゃねえのあ、危なかった。こいつはマジでザ・ワールド並みに危険な能力だぜ。奴の雰囲気、覚えがあるような、どこかであったか気安く呼ぶなよ。 おめえのことなんか知らねえぜ。亀だとこのハンサムに向かって何を言いやがる君みたいな可愛い子、一度会ったら忘れないはずだぜ。俺は。俺たちは旅人なんだ。初めて来た場所だし、もう出発しなくてはならない。次の町へな。なかなかの剣裁きだ。ちょっと危なかったかもな。一つだけ地獄の番人に任せられんことがある。それは、ハリクシ刺しの刑だ この時を長年待ったぜ富や名声より愛だぜ漫画家にしてみろ子供の頃からなりたかったんだ惨めな奴はやだぞポルナレフランドを追っ立てるんだま、死んじゃいねえがこの傷じゃリタイアだな。自分が嫌なものを人にやらせるなどういう性格してんだてめえあとは、エンマ様に任せたぜ。めんどくせえ野郎だぜ痛みはあるが、 気にしたりへこたれてる暇はねえ。俺っていつもそうだ。いなくなって初めてわかるんだ。あ,ありのまま今起こったことを話すぜ。あっけねえ奴だぜ。俺には悲しい友情運があるぜ。おろろー仲間外れにしやがってう <laughs> の、ノーコメントや、やめろ見るのはやめろ歯が全部折れてるから見てもしょうがねえひー <laughs> 今の俺には悲しみで泣いている時間なんかないぜ。この俺が貴様を絶望の淵へぶち込んでやるコーラ待てと言っとるんだよてめえおい驚くなよてめえ、頭脳が間抜けかドブイヤローなかなか鋭い殺気をしているな。俺のスタンドが叱るべき報いを与えてやるなんとかしてみろよあおい田舎門、迷惑なんだよおぉ おかしいか来いよここだぜさあ、どうしたついに会えたな。四季怒れポンチがてめえは殺す。アホらしい。おのれえ、どうしてくれようか地獄を見せてくれるぜいやずいぶん肝っ玉がでかいじゃねえか。この土定族野郎がドケットンチキ感覚の目でよーく見てろ。今、恐怖はこれっぽっちも感じない。 俺にやるのは投資だけだ <laughs> あばよここで予言をしてやる。まず、アブドゥル。貴様は、貴様自身のスタンドの能力で滅びるだろう。二三百メートル向こうにあのクズ野郎の死体がある。見てくるかこのドチクショー懲らしめてやるおどりややめろバニラアイスこんなお嬢さんが刑務所にね、訳ありかい その目は何かやってやろうって目だ。ふはは。予言通りだな。自分の炎で焼かれて死ぬのだ。俺が判決を言うぜ死刑かの臭い犬、思い知ったか呪いぜバニラアイスあ、危なかった。こいつはマジでザ・ワールド並みに危険な能力だぜ。説教するつもりじゃあない。それがあんたのためになるなら、成し遂げるべきだぜ。あ、 ありのまま今起こったことを話すぜ。奴の気持ちを無駄にはしない。生きるために戦う。今の俺には悲しみで泣いている時間なんかないぜ。この俺が貴様を絶望の淵へぶち込んでやる今度の剣裁きはどうだ張り串刺しの刑だこの時を長年待ったぜブラーボーおおブラーボー俺には悲しい友情運があるぜ。 ついに、ついに、ついに会えたら、ジェイ・ガイルな、何を言ってるのか分からねえと思うが、俺も何をされたのか分からなかった。俺のスタンドは戦車のカードを持つ、シルバー・チャリオッツ。我が名はジャンピエール・ポルナレフ。見切ったぜ。君の技は通じない。ウィン、ゴモットも、うぬぼれではない。めんどくせえ野郎だぜ。 リラックスしろよ甲冑を外したスタンドシルバーチャリオッツシルバーチャリオッツ本来のスピードをお見せしよう今度の剣ばきはどうだなん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 焦りすぎたから許せぶった切ってやるあの世へ行きやがれいい感してるぜこのドグサレがくらえ剣で切るのは、 はやすいチャリオッツの奥の手だぜ張りくし差しの刑だそこ以外を切り刻むくたばりやがれ俺のチャリオッツは素早いぜほら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 ほ